当時見た時にあんなに細くて野球選手のもうがっちりした人がやるものだと、そういう人がなれるもんだと思ってたので、僕は当時細かったんですね、すごいちっちゃくて 細かったんで、野球選手は無理だろうなって思ってたのが、そのイチロー先輩が現れてイチローさん見て、うわこの人がやれるならと、本当に今考えてみればとんでもないよね、彼はすごい動きなのに、当時の中学生の僕はこの人がやれるなら俺もやれるかもしれないっていうふうに希望を持たせてくれた人ですね。俊足で細身、その姿を自分に重ねた川崎少年は以来イチローに憧れ全てを真似るように。だから僕は当時右バッターだったんですね、小学校時、うん、あ、そうなんですか。そう、小学校中学校で、ね、右バッターだったんです、ちっちゃい、でイチロー選手を見て、あ、いかんと思って左に変えたんです。イチロー選手を見て、そう、イチロー選手が左で打ってるじゃないですか、あ、俺も左だと思ってパッて左で、そっから左を練習して、最初全然当たらなかったの。そうですよね、全く当たらない、びっくりした。バカなの。そうそう、普通でもそれ当たらなかったら諦めないですか、うんうん、諦めるんだったらまずやる、とにかく練習をしようと、自分のお年玉でネットを買ったんですね、こう打てる、それを家の庭に置いて毎日やってました。学校行く前、入ってきて毎週から、ちょっとずつなんですけど、中学校3年生最後大会ぐらいから当たるようになってきて、だからイチローさんが右だったら右だったんですよ、彼が左だったら左に変えただけだって。